はい、どうも皆さん、こんにちは。あらたるさらたのダンススクールでやってみました。やということで、さあ、今回ですね、ハスハスハスというところでございまして、もうね、この、ちょっと、バターが楽しみすぎてしょうがないなというところもありまして、昨日ちょうど、ティザーフォトが全員分、公開されたのかしらというところもありますので、まだですね、ちょっとで、1、2、3、4、5、6、7枚出てますね。はい、というところもありますので、ちょっと全員分見ていきながら、今度は単純に感想を述べるっていう、それだけの動画です。ちょっと、まだね、ちゃんと全部しっかり見てないところもありますんで、見ていきながらワイワイしたいなっていうところでございまして、まず一番最初に出てきた方がククちゃんかな？すごいですよね。ね、いろいろ言いたいことはありますけど、まずまあ、その、ご尊顔からいきますと、髪の毛がちょっと紫チックな雰囲気が出ているというところで、これ結んでますよね。で、前髪ちょっと垂らすようなスタイリングになっていて、ピアスつけてないんだっていうところがちょっとまた僕の中ではクールだなと。で、その代わりにと言ってはなんですけど、眉毛のあたりに2つほど、キラキラしたものがついていらっしゃるっていうところでございまして、これ多分開けてるものじゃなくて、こう、つけてる、あれですよね、シールタイプのものだと思うんですけども、あらやだと。こんなに何その品がここにつけただけで出るのっていうところもあって、僕もその効果を試してみたいみたいなところはありますが、しかし美しい、このピアスつけないのにちょっとこのラグジュアリーな風、ラグジュアリーってなんだ、そのランジェリーじゃねえラグジュアリーな雰囲気出るんだっていうのはちょっと発見ですかね。リップの色もちょっとやっぱアクセントになってるのかなっていうところもあって、やっぱねちょっと思うんですよ。僕いつも思うんだけれども、男性なのでメイクはしたことないんですよ。ただやっぱこういうかっこいい人たちのメイクを見るとめちゃくちゃ憧れます。本当にかっこよくしてもらいたいと思う。だから最近ちょっとそのバンカーのメンバーの方のスタイリング、ヘアメイクさんとかのインスタグラムとか見ていていいなーって思って、韓国行った時はね、ちょっと僕も、なんかそのね、ワクワクさせてもらいたいなーなんていう風に思ってますけれども、素敵だなっていう風に思いますよね。もみあげの感じとかもいいし、眉毛の描き方もすごく綺麗よねっていうことで、もうこのご尊顔だけでひたすら話せちゃうんですけども、その後にちょっと気になったのがこのジャケット、ハイライト強めの写真撮っているからなのかどうかはわかんないんですけど、でもスーツちょっと光沢感ありますよねっていうところもまたポイントかなっていうふうに思います。全体的に皆さんのご衣装がちょっと光沢感を出しているというところで、高級感をここら辺から出していく。そのセットっていうところに関してはなんかすごくゴージャスなシャンデリアとかのあるところで写真を撮っているわけではないので、その中で、割とこう質素めなコンパクトな空間の中でちょっとこう輝かしいところを持ってくるのにはどうするっていうので、こういうちょっと光沢感のあるスーツなのかなとかっていう風に思ったりもしています。で、僕が気になってるのはこのポケットの部分で、こう被せるタイプのポケットじゃないっていうところ、ジャケットの部分、これがまたねちょっとおしゃれだなっていう風に思うんですよ。男性の方はわかると思うんですけど、スーツのジャケットのポケットってやっぱちょっとこう上からパタって被せる蓋みたいなのがこう出てくるじゃないですか。それがないタイプのジャケットっていうデザインでやってらっしゃるのかなっていうのもあって、おしゃれって感じですね。一点物やなっていうところがありますかね。で、お次がですね、ナムさんですかね。またナムさんもこれハイライト強めですけども、ナムさんのこのジップがついている感じ、お洋服からいきますけども、ジップついてる感じと、まああと袖のこのなんですか、むにゅっとした感じとか、まあ、襟はついているけれども、少しカジュアルな雰囲気を出しているかなと。襟があるので、そのカジュアルさがうまくこう調和取れてるっていうところにもなると思いますし、色味がホワイトっていうところもあるので、まあ、清潔感保ちながら、非常にこう、カジュアル寄りなんだけれども、ちゃんとこう、フォーマルな雰囲気も出せてるっていうところで、その、セットアップの方たちとのバランスっていうのもいいなっていうふうに思いますし、あとは髪色ですね。この絶妙な色味。なんかそのちょっと、あ、でもこれは頭皮の色なのかな、頭皮の色か、眉毛の色とこの頭皮の色がちょっとねいい具合なんですよね。ちょっとブラウンっぽくなってません？中が真っ黒じゃないというか、どうなんだろう、ちょっと写真の
っていうところもありますんで、ちょっとね、そこら辺確認難しいんですけども、眉毛が美しい。あとその、なんとかね、アイラインの描き方とか、ナムさんの目ってやっぱり、来るじゃないですか。ぐっとこう入ってくる独特なナムさんの雰囲気あると思うんですけど、ナムさんの描き方なのが多分ちょっとあるんじゃないかなっていう風に思っちょる。あとピアスね、ちょっとここにシンプルめにつけてるところもかっこいいし、襟足の長さも僕個人的にちょうどいいなっていう風に思ってます。ピンクっていう感じでいいのかな。ちょっとライト強めに当たってるんで、まあピンクなんだろうなっていう感じはありますけどね。いいんじゃないですか、ナムさんね。ナムさん僕お顔が似てるから、ちょっと同じ系統のおしゃれ感出せたらなって思ってますけど。からのジン君。もうどこぞの騎士って感じですよね。プリンス感満載というところありますけど、ジン君もホワイトというところですかね。で、割とやっぱホワイトでもオフではないですね。超ホワイトって感じ。で、シャツ。シャツ。ワイシャツタイプっていうところ。この襟のね、感じとかがまたかっこいいですね。襟と袖と、なんちゅう、シャツなんだろうな、これ。いくらするんだろうってすごく思うんですよね。まあ、既製品でないんだろうなっていうのは確かですけども、パンツ、あとそのベルトの雰囲気、おしゃれ。で、このお尻のところにあるポケットの、そのボタンの色味もおしゃれ。なんか全身が白なのにこんなにやっぱかっこよくなるんだっていうところと、これ、腕についている、そのブレスレット系ですかね、と、指についているリングっていうところのこのシルバーに統一していくところ。おしゃれだな。このなんでここに3本つけるのっていうところもあるんですよね。でも絶妙で、リップの色も素晴らしい。プルプルやジン君のね、僕個人的にもみあげが結構好きです。毎回あと眉毛の感じ、目が綺麗だな。いいな。なんか本当に綺麗な顔していいなと思う。単純に心の声、いいなーってなっちゃうんだけども。で、からのお次は、シュガちゃんですね。シュガちゃんね、セットアップスタイルというところもありまして、白のジャケットに白の中に着てらっしゃるのが、ちょっとこの丸首っていうところで、普通の丈感よりもちょっと大きめなのかなみたいな、このサイズ感。そこが、ちょっとその、フォーマルさっていうのを出してるから、中がシャツじゃないので、中に着る、その、首元でカジュアルさがだいぶ決まってくると思うんですけども、このぐらいだとカジュアルすぎず、フォーマルすぎずみたいな絶妙なラインだと思うんですよ。このね、襟元はね、だいぶこれ吟味されたんじゃないかなっていうふうにも、この幅ですね。この幅がどれぐらいかっていうところ。うまいっすね。多分ですけど、ちょっと袖長いのかなとかっていうところも気になる。白でこんなにかっこいいんかいっていうね。わぁ、リップがまた綺麗。リップの色って多分皆さん、ちょっとずつ違いますよね。多分そうですよね。なぁ、そこも気になりません？なんでこの人にはこの色なの？ってか、肌白いんだけど、シュガちゃん。で、やっぱリングか。ピアスを2個つけてくっていうところ。結構がっつりめに入れてますね、シュガちゃんの場合はね。ヘアスタイルはちょっとこうマッシュっていうところ、上げないっていうところ、なるほどね。なるほど、リング入ってますね、中指にね。ただこっちには手首にはつけてないっていうところ、シルバーですよね、ピアス。ゴールドなのかな、ちょっと反射の具合であれですけど、色味絶妙、やばいですね。次行きましょうか。来ました、大先生、覗く大先生。今回のこの髪色、かなりゴールドにしている。金よりももうちょっと黄色に近いところもありますよね。バターっていう今回のこの黄色地に黒の文字のその黄色のベースのところと、大先生の色味が超合ってるっていうところと、このね、開いてるこの胸元、ボタンのその開け方、絶妙すぎるんだが。で、中からこう忍び出てる、ネックレス。このね、僕の中では細身が絶妙だなって思いました。この細身と、この細さに対して左手の時計がちょっとごつめっていうところのバランスで、右手に添えてらっしゃる、人差し指にはまっているリングと、手首に細い、リングが入っているというところといいますかね、このブレスレットがついているっていう、この絶妙感。なんかその重たくないんだけれども、確かな重量は出していく。で、首元はすごくシンプルに、左手首に少し重ため、ピアスはなんかつけてるわけではないというところ。リップの色、また唇が綺麗な形してるんだな。目も綺麗だし。
なんかもう眉毛で決まりますよね、やっぱ人ってね。超大事。ちょっと、やっぱりあんま見ないでほしいんだけども。で、やっぱこうね、出してる感じがいいなっていう風に言います。マッシュもいいですけど、ちょっとやっぱおでこ出てる感じの大先生、キリッとしますね。なんかね、顔が綺麗なんだよな、ちょっと。みんな綺麗なんだけどね。白のシャツっていうところ、で、袖をまくってるっていうね、スタイルもまたこれまた素晴らしいなっていう風に思いますね。ビューティフル。いや、ハイライト強いのかっこいいんですよね。からのジミンちゃん。いや、ちょっとね、これ、さっきも言ったんですよ。グクちゃんの時にも、そのセットアップで、ちょっと光沢感ないですかねっていう話なんですけど、ジミンちゃんも、だいぶこれ光沢感のあるスーツかなと。で、ポケットのあたり見ていただくと、これが僕さっき言ってた、その、ポケットの部分の、このペトンっていうのが出てくるパターンで、これよく見ると、右側ポケット2つ、左側ポケット1つっていう、このおしゃれさ。で、前のボタンを閉める。で、このね、僕、ちょっとツイッターでも言ったんですけど、ネクタイのポジショニング、男性の方はわかると思うんですけど、ネクタイって大体このワイシャツのど真ん中にキュッて持ってくると、まあビジネスの時とかすごくこう、きっちりしたなっていう印象になるんですが、ちょっとね、これを横にちょっとだけずらしてるっていうところに、その、かっちりさせすぎない、ちょっと、ボタンは上まで閉めてるんですけど、フランクなジミンちゃんが見えてくるよねっていう、セットアップの着こなしの中で、カチカチに、こう、詰めすぎない。ちょっと余白を開けるのが、この、首元なんじゃないかなっていう風に思ってるところ。で、からのこのサングラス、色味。いやー、あとこの唇。で、このピアス。やっぱジミンちゃんってこのクロス系、十字架系というなんかちょっとその神聖な雰囲気みたいなものが似合っちゃうんでしょうね。こういうのって似合う人と似合わない人本当にもう分かれちゃうじゃないですか。僕がつけたらちょっと痛い人みたいになっちゃうんですけど、ジミンちゃんがやるから似合うっていうところがありますよね。で、この髪色、ピンクとちょっとブルーと紫、白、金が、合わさってる感じ。ちょっとね、その部分、頭だけ見たら、ジオン再編をちょっと思い出すところもあるんですけど、やっぱこのぐらい、ハイカラーなもので、ゴージャスにいけちゃう。そうですね。ジミンちゃんのゴージャス感が、もう余すことなく出ているなっていうところもあって、一人やっぱちょっとごつめに輝かせるっていうところが、今回のポイントだとジミンちゃんなのかなっていうのは見えてきますよね。一番ちょっと派手というか、いや、ネクタイの色もうまいんだよな。頭の色との多分バランスで見てると思うんですよね。ここまでこうシックな色にも冴えてくっていうところ。ただ超ゴージャスっていうのは忘れないみたいなね。で、ラストテテちゃん見ますけど、このね、オレンジのセットアップってなんなんだろうな。オレンジっていうかちょっと人参色っぽいですけども、この色と僕はそのリップの色、いやーうまいと。で、ちょっとこれ横からのアングルで襟がピッて出てる感じも素晴らしいですし、ピアスね、これちょっとゴールドなのかなって思うんですわよ。で、眉毛の色ちょっと黒にしてるのかな。髪色もちょっと暗めのブラウンっていうところもありますし、もみあげも超綺麗、襟足の長さも完璧で、このセットアップのボタンの質感、ちょっとマットな、あんまりこうキラキラしてない、同じジャケットと同じ色のボタンで揃えてるっていうところも超おしゃれですし、ここまたポケット見ていただきたいんですけど、上からこうパタって蓋がかぶさるタイプじゃないっていうところも、おしゃれだなと。これがそのグクちゃんのセットアップのジャケットとちょっと質感似てるかなっていうのはありますけど、でね、ネクタイの色がちょっとその白で合ってるのかなっていうところもまただいぶポイントかなっていうふうに思います。あのね、あの集合写真のやつ見ると、ネクタイのその丈の長さがちょっと長めなのかなっていうところもかっこよさにつながっているっていうのはありますし、で、足元かな、シュガちゃんはスニーカーで、大先生もスニーカー、ジン君もスニーカー、白の方たちですね、はい、ジャケット羽織ってない方たちがスニーカーで、ジャケットスタイルの方たちは基本的に革靴。もうなんかもうね、スタイリストさん本当に来て、ちょっとご挨拶させてほしいですね。お中元とか持っていきたいぐらい素晴らしいなっていうふうに思います。ベルトもすげー。はい、という感じでね、大興奮というところでございますけども、ここから5月の21日か、楽しみにしていきたいなというところでございます。もうね、ずっと見てられるこのティザーフォトだけでねっていうところがありますので、皆さんの感想などもよろしければお聞かせください。リクエストや質問がありましたら、下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。